いけないから。やっぱりお互いの軍師が光ってます本日の試合。おかしいな。非常に嬉しいですね。もうあの放任主義でやってますからこの辺ね。あ、出られけない。あ、サイズキックか。いや、その下の蹴りはな、そのテイクは無理だ。ブロったところでっていう話になっちゃうんですね。腰暴れてる、暴れ誘ってるが最小限。そうですね、これは必要経費と言っていいでしょう。ブロック投げている。さあこれはそうクイックとの多分読み合いだと思います。なるほどね。セーブ。あと投げてるのはユリアン。さあ卓の時間だ。ガードしてる。大ポーン。これすごい。中大ポーン。あーっと、さあ投げている。ちょっと早かった。どうなる。大足爆水刺さってる。ユートラ投げ。バットを潰してゲージ。いや、あばば、魂が早すぎ。魂が放出された。削り切るかどうかの多分そのスプロテージでしょうね。あ、ちょっとキャンセルが遅かったのか距離か。激アツ。うますぎ。さあスピア読んでブロっている。いや、この位置よく取ってるな。ブロがうまい。さあここで張ってタクかける。2枚目張ってしのぎはうまい。さあこれはもう最低限と言っていいでしょう。ブロって、お互いブロってる。これはサードストライク。お互いのブロが光ります。触ったが、まあまあとりあえずゲージは回収できる。はい、半分溜まります。前投げてブロっている。うわ、その足元なんだそれ。ゲージ、ここをさばききれればエイジスがあるので。いやー、崩れた崩れた。崩れるのは無理です。勝ったな、ヨネユン。相当頑張った。あー、始まった。さあ、お互いがもう中盤からバンバンと。まあまあそうですね、まあ、ユンには中期、ね、もちろんこれはかぶせですよね。さすがにヒューゴとユリアンが出てくわけにはいかないってところありますからね。あ、そうか、ヤマさん残ってんのうち。さあ、ムンビホワイトカンパニーいるらしいですからね。なるほど、ね、はい。大丈夫。さあ、これはそうですね、もちろん1ラウンド目先に溜まるのはユンのバナが多いです。いやー、スカシケダは無理です。コボクが挟んでるのにすごく減る。うわ、怖い。よく左暴れたな。いや、まあ発生後なんでね、暴れ得ですよね。ゲージン。さあ、ここはクズ打撃じゃなければですね。そうね、だだけ。おー、ゼッション出せそうだけど、フレットバス性能あるから。プロットいる。確定しない。ここは投げて。さあ、ユンは万全の状態。ムンビは1本ある状況。さあ、ゲージ。ここは我慢だけだ。ここは4割コース減るんです。うわ、こんなの戻ってくる。さあ、この画面足ガジャン暴れ、もうたまりますよと。戻ってる。攻撃がここしてる。エラスカリートガード大人です。痛すぎる、それは。あ、ちょっと遠かったか。さあ、このダブルアップが通ってしまうとで打開絶唱タクがかかる。まだね、これ砲力で死なないんですよね。ユンの体力がないとはいえ。あ、いった。ブロッテ膝うまい。ファントしようぐらいさばいてが、この後がちょっと辛そう。膝うわー、よう飛んだ。さあ、ゲージ。さあ、どうする。まあ、ワンヒットでユンも落ちるが、どうなる。うわぁ本当にゲージ。なんかいろんなこと起こったな、今。だから、配信画面上だとユン2人になりました、ね、瞬間で、ね、さあ、大変ユリアン。ケツ持ちは嫌だって言ってました。さあ、
技が倒れたなら力が出るよと伝えてあげます。あ、確かにな、富樫に通用する動きをするとね、大変さんには全然押し込まれるんですよマジできつい。でも技と力のタイプですからね。交互に入ってこれて多分頭バグるよ色も一緒だしね。そう、じゃあうますぎそのタイプ中間切り替える、やばい。無理ですけど立派な打開刺さってるうわ打開刺さと減るぞこれ、減りまーす。表中大力絶唱確定、力のファイターが中足で、冷静。ゲージも一回振ればたまる、お互い一回振ればいいですね。やっぱ力強いところ、おーおー、あ、まあまあ、さっき来たよ画面端、エイジス大足勝つ、大足通し、さあ力強い、さあマナー違反、マナー違反です。これうわあ、しのぎ切った。さあ、芸人。ダッシュから、あ、拾える。絶唱で拾えたので大変。トリハーク偉すぎ。体力並ぶ。コボク。コボク大きい、何もできないのきついよな。うまい。うまいよ。体力がしっかりと。芸人も。あっと、来た。歩き小足が化けましたね。下がって。しのぎ切れた、でかい。ウェハートはでかそうだ。イージス、テレブルスマッシュ、ヒージー。さあ、力強いぞ。力の太平。フランス行きも決まってます。手持ち。やはり、ユンというキャラクターもいますからね。ああ、まずい。コモクシが強い。ああ、二段。崩れる。力が。裏ガルシル、やらすぎ。投げている。こっちですよと。タックレイジ刺そう。通ったが、あっとっと。あ、フォロー追い前。お茶濁して。チューパータックル。確定。全勝確定。ブロっている。歩きだけ。力強い。ストロングスタイル。力の太平。これちょっと匂うぞ。走。通る。よくブロックした。ゴーが痛すぎ。大パンチ。大パンチ。力の太平が。会話見えましたが、さあラスト、ヒューゴ君ですよ。さあヒューゴ君がラストと。とアナログチーム残すところが、います今出ている4年、ね、そして中元山国というと、ね、ヒューゴ君さん、ヒューゴ君さんいます？多分あの3代目かなんかでのじやしてるな。誰も呼んでくれないんだ。まずヒューゴ君さん呼んでくださいね。ヒューゴ君さん様を。さあ大将、さあヒーローに課されたのは4枚です。まあ1枚いないようなもんなんであのこれ喋ってダットリとかいうのいやいやいや、わかんないですよ。1枚いないようなもんなんで、さあやっていきましょう。まずはこのヨネという1枚目を切るかどうかが始まりですね。ヨネさんもね、あのだいぶヒューゴ戦やってるでしょうから、うん、あの多分毎週のようにヒューゴやってるのでしかもいろんなパターンの、あ、届かない。しっかり方針は固まっているでしょう。あ、おおおお、そしてそう、あの安全運転モードでやってんのよなうわー、距離吐く。ゲンヤジン、ソニアジン、リードスタート。繋がらないか、ちょっと怖い。そうですよね、そう、円柱系これです。徹底してますね、これ。これが強い。徹底した対策をしているような、そんな感じに見えるが、これが強いんですよ、松尾さんなんか月齢の後の飲みでさ、あの先週の話、そう、ヒューゴ戦マジで苦手だって言ったから、まずユニします。そう芸人、芸人、あー、そうだった。ブロ狙いに行ったな。ここはワンブロから投げて、これは関係ない。あ、怖い今の。ウッキウキにし、ね、でしたからね、今ね。ふーってしたから、絶対回ってんだよ。状況によっては出てたでしょう。あ、すごい。さあ、前進。ダイヤして動かして。プロテイラーン。あっと、これはまだ残るが、あっとミスったか。ブロブロ、ラリアット。さあ、ヒューゴの時間がやってきそうだ。ミートスカッシュ飛んでいる。偉すぎて。どうすんの。
手前吉明、いやー、来撃地獄、来撃